当に緊急なんですよ。ちょっと今日 JR 西日本遅れてまして、この電車、223キロは3000回ですけど、2000万台ね、2000万台なんですけど、こちら、JR の大久保駅となっております。僕の家からね、まあ比較的近いというか、まあちょっと離れてるんですけど、まあそんな駅でありまして、こちら新快速の大見商通駅、この大久保駅には絶対に新快速電車止まらないんですけども、今日臨時でなんか遅れているので、目玉切りダイヤというか、ちょっと行われてまして、ここ止まっているわけですよ。まあなんで止まってるかっていうと、小姫路まで行ってたら、もうこの反対側の列車の、新快速が追いつかないということで、処理が追いつかないということで、この大久保駅で、向こうからやってきた電車が、ここの3番線という線に入りまして、この内側なんですけど、入りまして、ここで12両編成を折り返して、この大見塩津まで行く。ですから、姫路から、過去が、そしてこの大久保までの区間は、この新快速が走らなければなりません。ということで、今日はこれに乗ってみましょう。ちょっとごめんなさい、音がうるさかったら、風切れ音というかもしれません。この列車は神戸大阪方面新快速電車の大見塩津行きです。加古川姫路方面へは参りませんのでご注意ください。で、誰もいないんで話しますけど、ここの今止まっている3番線電車で、向こうが1番線2番線なんですけど、奥の1番線と2番線は、上り電車の特急であったり快速で普通電車が止まるわけなんですね。で、まあ、通過もあるんですけど、でこっちの3番線と4番線のホームがちょうど今回の止まっているこの新快速もそうですけど、下り方面の電車が止まるということに基本になってるんですよ。けど今回なぜか知りませんけど、こちらですね、加古川となってるわけですね。大久保の表示がないんですよ。なんだけどここに止まってる。だからこれ今ただいま加古川っていう風になってるんですけど、ちょっと覗いてるかな、ただいま加古川ってなったんですけど、ここ大久保駅なんですよ。という扉が閉まるそうです。すごいなこれ。そういうわけで、実際大久保駅にこの折り返しがされてるのを見たことあるんですけど、やっぱり昼の時間帯にはあんまり少なくて、こういう状態を見ることがなかったです。というわけで、列車貸し切り状態で出発ということで、マジで貸し切りじゃん。あのね、誰か人が来たらね、申し訳ない。隣の号車も、あ、一応人乗ってんのか。この号車だけど、すごいよこれは。というわけで、電車はちょうど次は西明石と書いてあります。米原で切り離して近江塩津まで、前の4両、今乗っている4両が進むという感じになります。今11号車ですよね。でこれ大久保駅出たら、面白いことに、一応折り返しですので、進行方向左側、こうポイントがあるんですけど、このポイントをね、左側にずれることになります。よく前見てたら分かると思うんですけど、ちょっとずれてると思います。後ろ見たらね、こう曲がってるのが分かると思います。あ、これが下り方面の新快速でしたね。基本これ大久保止まらないですよ。このスピード見たら分かると思うんですけど、基本的に大久保駅、この新快速って止まらなくて、ですけど、ここに今、電車が止まってるというわけで、この大久保駅は今発車したところです。あ、ちょうど。ありがとうございます。新快速電車の京都米原方面、大見塩津行きです。そんな感じで、西明石、明石、神戸、三宮、芦屋、尼崎、大阪、塩坂、高槻、京都というふうに泊まっていくわけなんですけども、すごいね、JR にしても、もう広告をここに出してるんですけど、やる気なくして、あ、一応出てますわ。一応書いてありますよ。こんな感じです。で、こちらは、西明石、もう、加古川泊まってないようにね、加古川にいるんですよ。不思議ですよね。この影響を受け、この列車は本日、大久保駅始発として運転しております。というわけで、いきなりですね、ちょっと今日大久保に用事があって来てたので飛び乗ったわけなんですけども、本当にですね、誰もいないんですよ。次西明石に泊まります。でもこれなんで起きたかっていうとね、これで説明すると分かりやすいんですけど、あ、例えばこれが、立花とか書いてある甲子園口とか神戸ですね、西明石ですね。で今いたのがこの大久保なんですよ。よく見るとこれ一番下の線が新快速で、快速普通ってなってて、新快速だけ通過なんですよ。けどこの新快速大久保駅に今回止まって、本当は加古川姫路まで行って、でまた折り返してくるんですけど、これ電車こう来た時に、姫路かな、姫路で折り返すということをせずに、この大久保で折り返してキュッて行ったわけですね。ということで、間もなく西明石駅に到着します。西明石を出ますと明石に停まります。新幹線ご利用のお客様は今度後ろ乗りの階段エレベーターをご利用ください。というわけで、今日は急なんですけど、ちょっと電車が遅れてて、あまり見ないような
光景を見ることができたので動画にしました。このように大久保駅出発しまして、1番線に入線します。こちらが西明石駅の1番線です。ここからですね、人がね増えてくるんで、ここも多分お客さん乗ってくるかなということで、ここで僕ちょっと終わります。はい、ということで今回はご視聴ありがとうございました。ちょっとね、あんまり長い動画じゃないですけど、扉が開きます。あ、すごいね、これ実際に大久保始発の新快速に乗ったのは初めてなんで、本当に誰も乗ってない、すごい。一応ここからは結構人乗るみたいです。寝てる。おお、すごい、これも大久保行きだそうなんですよ、これなんですよ。この大久保行きがちょうどさっきの場所で折り返して、これが大久保始発で大久保で折り返した電車です。こっちが大久保駅で、大久保駅となって、この西明石からはもう各駅停車みたいな感じになってしまいます。これが JR 西日本の大久保の面白さ。こんな感じですよね。左手に見えるのが JR 大久保駅行きの新快速、こっちが大久保始発の電車です。すごいな。こんな感じで JR 大久保駅では頻繁に新快速の大久保駅なんかが見ることができます。ちょっと本当に緊急で動画回してたんですけど、久しぶりだな、久しぶりというか初めてかな、こんなに珍しく緊急で動画し回してますので、 YouTuber は大体緊急じゃないです。ではさようなら。後ろはこんな感じで電車遅れてるわけですね。というわけでご視聴ありがとうございました。こちら12時12分発大久保行き、今出発していたところ、新快速姫路行き、両方とも遅れ35分遅れ10分と、姫路まで行くにはちょっと遅れすぎて困るなという感じです。ご視聴ありがとうございました。ここは JR 西日本西明石です。